ベネトン B191 は、ベネトンフォーミュラが1991年の F1 世界選手権参戦用に開発したフォーミュラカー。設計者は、ジョン・バーナード。1991年の第3戦から最終戦まで使用され、1992年は開幕戦から第3戦まで B191 バイトが使用された。1990年に、 ティレルが019で導入したハイノーズアンヘドラルウィングはフロントウィングの面積が減ることや強度が低下することが難点となっていた。そこでバーナードは同じハイノーズでもフロントウィングとノーズを完全に分離してそれらを2枚の板で吊り下げるデザインを考案。そのアイデアが投入されたマシンが B191 である。フロント周りは B190 とは全く違うが リア周りは B190 と似ている。B191 のフロントデザインは他チームや F1 以外の F3000 などの別カテゴリーにも大きな影響を与えた。また、何らかの形でアドバンテージを有したいバーナードはタイヤをグッドイヤーからピレリに変更。さらに全面と A 面積の減少による空気抵抗の軽減を狙い。 幅が1インチ小さい特注タイヤを供給してもらう。それ以外にも、バーナードは部品点数を少なくしてシンプルなマシンを作るという目標を B191 に設定していた。カラーリングはキャメルがメインスポンサーについたことでキャメルイエローを基調とした配色にまとめられた。ベネトンはトップチームの中で唯一ピレリタイヤを選択したがアドバンテージにはつながらなかった。 マクラーレン、ウィリアムズといった上位チームに勝負するには至らず、ネルソン・ピケが、第5戦カナダグランプリで幸運な一生を得るに、とどまった。第12戦イタリアグランプリから、ロベルト・モレーノに代わって、ミハエル・シューマッハがデビューし、いきなり、ネルソン・ピケの予選順位を上回るなど、活躍を見せた。シャーシエンジン1992年のマシン。 B192 が投入されるまでのつなぎのマシンとして、第3戦まで使用された。タイヤサプライヤーであったピレリが撤退したことによって、グッドイヤーに変更された。シャーシエンジン、スタッツ F1 ベネトン B191、statsf1.com。2010年8月23日閲覧。スタッツ F1 ベネトン B191 バイト。 statsf1.com2010 年8月23日閲覧ありがとうございます。